おー、よろしくお願いします。日本人の初体験、そうですね、あの今回ですね、男性はまだ日本にいるから、勝手に卒業旅行を決めました。今日の曲は、サイレン台湾の卒業旅行。今日早いですね。今日何時ですか？今は8時です。リリエタはすごい遠いんですよ。あの山にあるから早く行けないと、なんか店が店がいなかったからね。あ、なるほどなるほど。でもさ、今私たちがいるのって台中駅だよね。そう。どうやって行くんですか？今回ですね、あの高速バス。ね、こちら の、 あの台中高鉄駅の5番口、リリエタの高速バスがあるから。どのくらいかかるんですか？2時間くらいです。びっくり。これかしらですね。山です。山です。超びっくりしちゃった。ごめんなさい。やっほー。やっほー。山ですからね。あとはせっかく台湾の卒業旅行ですね。遊園地は定番ですから。いやー。今日は遊園地にも行きます。イエーイ。じゃあ今から高速バス待ちましょう。はい。着きました。なんか空気が綺麗な感じする。私たちのホテルは向こうの入り口です。見て、向こうですよ。見て向こう。 あれそうなんだ。そう。すごい、どうやって行くの？船で。いいよ。さよなら。今日はここまでです。ありがとうございました。今日は船乗り放題ですよ、あの県で。このセットはすごい安いですよ。遊園地のチケットプラス高速バスの往復プラス乗り放題でしょ、あとランシャも乗り放題。1000件。おー、安い。店員さん、ツアーガイドですよ。皆さんにおすすめですよ、ね、じゃあ今から船に乗って向こうに行きましょう。はい。じゃんじゃん、山登り。ハロー。今どこに向かってるんですか？めちゃめちゃ高いロープウェイですよ。楽しみ。うん、ちなみになんか皆さん着替えて。そう、着替えました。あら何今日のテーマは制服。すごい、めっちゃ卒業旅行っぽい。じゃあ行きましょう。はい、イエーイ。啊，你们不要看这个蜂王那么小只一只。嗯。蜂王它一天可以生下1200多颗，上了卵子2000颗以下。好厉害！叫你朋友他们一起过来看嘛。哎，你不看吗？はちみつ、あの試食できるよ。あ、これだって。没有，是蜂蜜，不是蜂蜜。蜂蜜を取る過程を見せてくれるの。すごくない？それ。どう？まあ、香りやばい。蜂蜜だ。本当に美味しい。上品だね、味が。見て、ちょっと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 、ちょっ
丈夫。本当は最高だよ。本当に綺麗。綺麗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 だった綺麗だった。真的很漂亮，真的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 ハリーポッターのロゴがあって、でこれは赤だからグリフィンドールの色です。わー、ポイントは小学校6年生から使っているスカートです。中学1年生の時から高校3年生までずっとこれで通学してました。今日のポイントですね、ブーズです。おー、そっちだよね。なんかチューとか持ったらかっこよくない？あー確かに。今日のポイントは新しい制服買いました。イエーイ。皆さん一緒に遊ぼう。遊ぶー。イエーイ。イエーイ。この遊園地ですね、本当にいっぱいことを学べますよ。うん、例えばどういうの？例えば、うん、あの昔この台湾原住民の家。すごい。うん。要进去看吗？お、入ってみる？可以吗？可以可以。実際に中入ってさ、体験することができるんだね。うんうん。見て、昔のこういう感じ、料理を作る。なるほどね。こういう器具を使って料理してたんだね。なんかテーマパークなのにさ、こうやって学ぶことができるって素敵だよね。そう。あとここも結構。いっぱい原住民の料理がありますよ。そうなんだ。そう、しかも日本語のパンフレットもあるので、うん、日本人の方がいらしても学ぶことができます。 OK、 好、イエーイ、カメス、こやこや、ぜひ食べてみてください。イノシシかな。イノシシだぞ。いただきます。油も美味しいね。なんかコラーゲンになってるね、油が。なんか食気がちゃんと効いてて、ビールとかに合いそう。どう、さっきのあれ楽しかった。めっちゃ楽しかった。なんか途中でも絶対にやりきるんだっていう。この後はどういう予定なんですか？この後はもうすぐ着くから、あのテーマパーク。ああ、そうなんだ。うん、そう。じゃあそこに行きましょう。はい。この民族ですね、そのタラチューが有名なんですよ。あ、そうなんだ。わー、すごい。お揃い。マナモ、マナモ、マナモ。バイバイ。お揃い。どうですか、これ。面白い。これって、あの民族の原住民の模様なんだよね。そうそうそう。なんか一番高級なのは、その顔に入れるんですよ。そうなんだ。男とか。ねえ、レベル一番高い。へー、これレベル何くらいですか？子供？子供な。子供かな。子供かな。じゃあさっきのショーも面白かった？最高だったね。しかもさ、全部さ無料じゃない？台湾の原住民の文化もっと開けたい。すごいね。たくさん学べるね。おー、行きましょう。一緒に楽しもう。楽しもう。
るのを楽しむ。本当に待つの本当待つでも、でもでも一回一個のやつやばい。おいおいおい、友達の消耗ですよ。これはやばいって。皆さん私の分まで楽しんでくれ。バイバイ。大丈夫大丈夫、守るから真ん中。ほら、ルシが守ってやってるから。そう、これもしかね、後ろ後ろですよね。うん、お後ろパターン。そうだよ。お疲れ様でした。イエーイ。わお。どういう感じ？落ち着いてる。これだこれだこれだっけ？あ、いやいやいや。あ、多分こういう感じでしょ？わお。えらい。みんなの壊れた。騙されそうになりましたね。そう、本当にそう。全然怖くないよ、冒険のやつ。危ない危ない。危なかった。リンリン溜めたね。そう、リンリンが。あ、いや、多分二人泣くと思う。もうめっちゃなんかね、その180度以外にまだくる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 もあったので。あ、私は乗れなかった。私あの車揺りやすいから。わー、壊れてるよ。イエーイ。結構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 大丈夫。いや、子供用の、怖い怖い怖い、子供用の。でもさっきは大丈夫って言いましたね。大丈夫じゃなかった。怖い。わー、楽しいですか？楽しい。本当？一番楽しいのはどれ？あー、まだもそう。三つみめっちゃ楽しかった。二人すごかったね、本当に。全部の音よね。でも足りないでしょ。足りないでしょうね。うん、実はまた後編があります。わー。今からルーユータンに帰ります。おー、そこでいっぱい美食とか、またあと景色がいっぱいあるから。じゃあぜひ皆さん、明日の後編もぜひ見てくださいね。というわけで今日の動画はおしまい。まあ次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きなら感じてグッドボタンを押してください。それから私たちのツイッターフォローをよろしくお願いします。下にリンクがあります。それじゃあバイバーイ。見てねー。